本日は2019年12月の今日が13日ですね。10年前の医療は現代の医療にあらず、医療というのは常に進化する術学であり学問です。ネットにあふれる医療情報の中にも間違ったものがあります。正しいリテラシーを身につけて、あなた自身の身はあなたで守りましょう。本日の質問ですけども、冷え性で悩んでいます、漢方薬で治りますか、という質問ですね。冷え性で悩んでいます、漢方薬で治りますか、料金はおいくらぐらいですか、簡単な質問だと思います。まずですね、漢方っていうのは、生薬でできていると。でその生薬なんか昔からその食べ物でも、体を温める食べ物、体を冷やす食べ物、例えば生姜とか唐辛子なんか血流を良くしたりして体を温めますよね。だからそういうことで、食べ物の中でも体を冷やすもの、体を温めるものっていうのはありましたんで、漢方薬っていうのはその生薬の配合ですから、こういう冷えの分野とかっていうのは漢方薬の得意分野になりますね。かなり、そういう末端の冷え性とか、腰が冷える人とか、お腹が冷える人とか、それぞれの部位によって使い分ける漢方薬も違ってくるんで、得意分野になります。それと、漢方薬エキス剤であれば、今のところですけども保険診療ができます。これも将来的にはもう OTC は全て保険診療がなくなるという噂もありますので、いつまでできるか分かりませんけども保険診療ができると。だから料金の方も初診であれば5000円もあれば十分だと思いますね。それぞれその漢方薬でも検査が必要な場合もあるので何とも言えませんけども、冷え性で悩んでいる方、漢方の得意な先生のところに行かれて、冷え性でどこどこの冷え性であるということをお話しされると、結構改善される場合が多いですから、一度ご相談に行かれると良いと思います、ね。またご質問とかはコメント欄あるいは LINE で貼り付けていただいてもよろしいと思いますんで、あなたの体はあなたの正しいリテラシーで守りましょう、ね。医療リテラシーを身につけましょう。それでは今日はこれで終わります。